はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では、今回はブロックフードのストーリーモード続きをやっていきましょう。まあ、前回はサクッと1章が終わった感じになりますので、今回は第2章になりますね。ネイバーフッドということで、まあなんかいよいよ住民を入れたりするのかなという期待感もありますが、まあ、前回はもう本当に、チュートリアルと同じようなことをね、サラサラサラーっとプレイしただけになってしまったんで、まあ、ちょっとこのね、ゲームの面白さみたいなものを十分にお伝えできていないんじゃないかなと思うんですが、今回はもうちょっと、突っ込んだプレイにできるんじゃないかなと思います。では第2章やっていきましょう。トランシーバーに向かって、現場に向かってますってこと。これ前回出てきた少年が、なんだろう、大人になった体なんですかね。いえ、大丈夫ですよ。ここは小さい頃によく遊びに来ましたからね、ということになっています。何をやってると思います？さあ、何やってんだろうな。全く想像つかないけど、何やってんだろう。なんかベースキャンプみたいに作ってるけどね、ここで。ついに私もネイバーフッド作成プロジェクトに参加することになりましたということで、イノシシもやっていきましたね。なんかイノシシもちょっとでかくなってる気はするけど。いや、君か、ということで、引き続き、バーカーも喋れるんだね。さあ、ここに、この主人公は新しいアパートを建設する予定だと。いうことのようなんですが、まあ、イノシシサイドからするとやめてくれみたいな雰囲気になってますけど、人間は暮らすのに建物が必要だ。イノシシのように野原に寝そべればいいというわけにはいかないんだよ。残念だけどね、ということになっています。で、アパートをどっかで見たぞということなんで、アパートをじゃあ探しに行く感じかな。さあ、ついてこいということなので、じゃあちょっと視点を大きくしてついていきましょう。あ、これはただ残骸だな。あまり経験のない人がここにアパートを建てたらしいということで、崩壊してるということで、これアクセスがないんですかね、きっと。アクセスがない孤立のアパートができちゃってるんで、あ、そうですね。どうにもなんないよっていう感じですね。で、じゃあそのアクセスポイント、アクセスを、まあ、ちゃんと作ってあげましょうというところからのプレイになりそうです。では、アクセスがつくようにしてあげましょう。これチュートリアルプレイしなくても、ここでわりかししっかり教えてくれますね。クリエイトモードに入って、アパートの入り口に道を作りましょうということですね。結局今このアパートのアクセスはどうなってるかというと、こうなってるんだな。だったら、こう作ってあげて、ここに道を作ってあげる方がいいかな。では、道を早速作ってあげましょう。これで道が作れましたね。アパートの入り口までの道が作れました。では、クリアモード、まあ、破壊モードで破壊をして、アパートを一つ建ててあげましょう。で、この時アクセスに気をつけるということですね。今、青の矢印が出てると思うんですが、この青の矢印だと、廊下からアクセスができる向きになるということなので、ここにアパートを建てます。で、今度は自然から、そうだな、何か木を植えてあげてくれということなんですが、まあ、木はどうだろう。カシュの木しかないんで、じゃあカシュの木を立ててあげましょう。で、上向きに回転しながら、もう今消えちゃってますけどね、青い矢印の話は、プラスのシナジー効果。まあ、これはね、チュートリアルでも出てきたと思うんですが、いい効果が生まれると生産力が上がったりするっていう話ですね。
シナジー効果がプラスの場合、それぞれのブロックの資源アウトプット量が上がるか、もしくは生産のスピードが上がるということですね。まあ、ただ生産のスピードが上がると、その分インプットが減っていくのも早くなるんで、インプットの管理、まあ、つまり資源管理ですね、そこが結構重要になってくるかなと思います。では全体のリソースバランスをちょっと見ておきましょうか。まず電気がすぐなくなりそうですね。あと水もなくなるな。お金も減っていく傾向にあって、残りはプラスかな今のところね。で、今だと赤くなっているのが電気と水とお金ですね。では電気をクリックして、困りましたね。でもこれだと電気がどんどん減っていくんで、電気をなんとかしてあげたいけど。で、電気のアウトプットが生まれるものが、今だと、今選択できるものだと、このソーラーパネル、これがインプットなしでアウトプットで電気で、風車に関してはお金が1インプットされてアウトプットで電気が2っていう感じですね。どうしようかな。電気かお金が、まああっという間に底をつきそうなので、ここをおとなしくソーラーでも立てますか。ソーラーパネルでも、まあ、この上のあたりにつくとくか。なんかあんまり、待て、ここはもしかして、アクセスがつかない系か。まあいいや、とりあえず立てちゃおう。で、次は水ですね。じゃあ水にして、水のアウトプットが生まれるのが給水と、お金が2か、お金が2か。地下水はというと、めっちゃあるね。1814今ある、ありますね。なので給水塔を作ればお金を払って水を輸入できるということなんで、まあ、今回は給水塔を作れという指令なんでね、給水塔をじゃあ作っていきましょうか。給水塔も別にな、アクセスのいいところに建てる必要は特にはないかなっていう感じはするけど、どうなんでしょうね。まあ一旦は、まあここをね、あたりに作っておきますか。はい。で、さらに給水塔を3つ作れか。で、最後はお金の赤を青に変えましょうということですね。じゃあお金はどうやって生産するかなんですが、資源パネルのお金を選択して、お金は、これだな、角の店、この店では生活に必要な多くの日用品を売っていますということで、ここで労働力1、電気1、消費者4を使ってお金6、コミュニティ1、あとは、廃棄物ですね、をアウトプットすると。まあ、廃棄物アウトプットされてもなって感じはしますが。で、じゃあこの角の店を生産、作っていきましょうか。で、そうするとちょっと道をもうちょっと広げてあげた方がいいかな。で、道を立ててあげた上で、まあ、ここもね、例によってアクセスには気をつけましょう。角の店っていうぐらいなんで、角にね立ててあげましたが、これでお金が、どうだ？こうやって見てみると、まだマイナスなんで、もう一個角の店を建てろと
いうことか。どうしようかな。街の設計を考えると、そうだな、道を先にある程度整備してあげた方が良さそうですね。まあ、ただでさえお金不足ではあるんですが。ここに道を立ててあげて、で、ちょっと申し訳ないけど、一旦ここは壊しましょう。こだわりの問題なんで、まあ、どうでもいいといえばどうでもいいところではあるんですが、こんな感じ。んで、角の店も建てましょう。これでお金の傾向もきっと上がってくるんじゃないかな。では、資源パネルを開いておきます。そうするとお金が、マイナス0.15か、まだ。お金が、マイナス0.15。どうしようかな。お金をプラスに変えてあげるにはもう1個ぐらいお店が必要かな。じゃあちょっとこの辺り作ってあげましょう。では、小さなアパートメントをあと9個。ただ、アパートを建てるには水と電気も必要だというのが分かったので、まあ、この辺りバランス取りながらになりますかね。まずは、お金がもうちょっと欲しいけど、お金に関してはどうなんだろう。結構厳しいよね。そうなると、ここにも作ってしまい、で、そうなると、ここに建てて、早速だけど、どうだ？エレベーターとか作ってみる？エレベーターはそもそも選べないか、まだ。残念。せっかくね、縦型のシミュレーションゲームなんで、縦に拡張していくところをお見せしたかったんですが、まだ序盤の序盤で、そこまではいけない感じかな。じゃあ、あとは、お金のアウトプットが全然ないんで、本当はね、ドカーンと大きく、風車を建てたかったんですが、それがちょっと難しそうなので、一旦は様子見しましょう。で、お金がプラスに上向いたんで、あとは消費者がちょっと足りないか。もうちょっと、そうなるとアパートを建てていきますか。画面の左上を見ながら今話してますね。アクセスの向きに気をつけて、集合住宅をババーンと建てていきましょう。これでどういう状態になるかというと、まあ、電気はプラスで、あと水もまあギリプラスかな。ただ水はちょっとこの後もうちょっと欲しいかな。で、人が生まれてきてるな。お得なものや購買意欲をそそるものがあれば、どこでも消費者が現れますということで、アンゲラさんかな、アンゲラさんが登場したな。まあ、アンゲラさんが出てきてくれたけど、まだまだちょっとね、アパートの数が全然足りないな。あと4つで、そのためには消費者の数がまだ足りないな。きっとお店を建てすぎたんですね。お金は生まれるけどね、その分。そうなると、消費者なんで、もうちょっとアパートをババーンと建てていきます？じゃあ、こっち側に行くと、道の反対側、向きが逆になりますと。で、今度は電気がマイナスに転じたんで、じゃあ、電気をさらに追加で建てていきましょうか。これでどうだろう。まだ電気が足りない？
お金はプラスにはなってるけど、それでも、まあ、十分にあるかというと十分にはないよな。ってことは、さらに、まあ、どっかに電気を作っていかなきゃいけないのか。じゃあこの辺りに電気作る？なんかいきなり電気が立った感じは否めないけど。で、さらに水も足りないと。いや、結構バランスが難しいですね。よし。これで、まあ一応条件はクリアできたかな。特定のブロックを組み合わせると風土へ住民が引き付けられますと。お、イノシシが確かにいっぱい現れたな。プロジェクトを成功させるためにはもっともっとお金が必要ですということですね。まあ、せっかくなんで、まあ、ちょっと様子を見てから終わりにしますか。まあ、ちょっとなんかな、理想の感じとはかけ離れてんだよな。で、これを見ていくと資源パネルでちょっと資源管理をシビアにやっていかないとあっという間にいろいろ枯渇しちゃいそうですね。ちょっとじゃあ花とか植えとくか。空いてるところにね。はい、というところでチャプター2もクリアになります。ちょっとまだね、縦型のシミュレーションゲームですよっていうところをお見せする機会がなかなかチュートリアル以外で生まれていないんですが、まあざっとこんな感じになります。で、次回はチャプター3第3章ですね、プレイしていきたいと思いますので、興味ある方ぜひぜひ続きの方もご覧いただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで今回はここまで。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方は、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。